どうも、ゴルフのみたです。今回は、フェアウェイウッドをいかにフェアウェイにさらにキープするか、これをテーマにやっていこうと思います。皆さんがコースでしっかりね、スコアアップできるように、このチャンネル、しっかりね、見ていただけると非常に嬉しいです。では、早速いきたいと思いますが、フェアウェイウッドは、まあ、主にフェアウェイで打っていくことができるわけですが、それをもう一回フェアウェイにキープするということですね。ですから、パー5で2打目でもう一回グリーンを狙えないんだけど、もう一回フェアウェイに置いて、そこからまあアプローチでグリーンを狙っていこう。まあ、そんなシーンが結構あると思いますので、それをまあ粛々とやれるかどうかっていうところがポイントになってきますので、最初にチャンネル登録、高評価ね、よろしくお願いします。では早速いきたいと思いますが、フェアウェイに条件のいいところにあります。そこで、もう無理にですね、ああ、しまったってね、こういうミスめちゃくちゃもったいないんですね。ですから、フェアウェイにあるボールを、もう一度フェアウェイに置くと。で、そこから3打目でグリーンを狙えるかどうかっていうのが非常に大事なポイントになります。まあ、パー5のもちろん3打目もそうですが、まあ、パー4の、まあ、3打目、まあ、2打でグリーン届かない。そういう場合は、まあ、フェアウェイウッドで、まあ、特に女性の方が多いと思うんですけど、そこで、ある程度ですね、まあ、例えば、打って進めてってっていうことなんですが、今日は、まあ、ちょっと小細工的なことというよりも本当に基本的なことを皆さんにお伝えしていきたいと思います。というのは、まあ、長いクラブはやはり長く使った方がいいんですね。ですから、せっかく長いクラブを持ってで短く持って、まあ、小さく振ると、まあ、それってある意味アイアンでもうまく打てちゃうんですね。ですからそうではなくて、フェアウェイウッドは、まあ、シャフトは長いわけですから、その長いクラブを長く伸びやかに振ってあげると。で、大きい円を描くっていうのはある意味無理して振ってるというふうに考える人もいるとは思うんですけど、実はそうではなくて、円を描くっていうのは、綺麗な円を描けた方がいいんですが、大きい円を描くっていうのは腕がちゃんと伸びてるっていうことなんですね。体もちゃんと回ってるっていうことです。ですからフェアウェイウッドは、体をしっかり使って腕も伸びやかに振ってあげることによってナイスショットになりやすいっていうことです。ですからこれはもう考え方がもう正しく、まあ、持つというのは大事だし、場合によってはもう180度考え方というのは変わってしまう可能性があるので、そう、ま、間違った考えということはないんですけど、どう考えるかということなんですね。ですからフェアウェイウッドは、伸びやかにしっかり最後まで振ってあげることによって、まっすぐボールを打っていくことができますよ。そしてフェアウェイにあるボールをもう一度フェアウェイにちゃんと置いて3打目でグリーンを狙えるかどうかっていうところが、大事になってきます。で、パー5の、まあ、例えばバーディー率みたいな、まあ、人によってはパー率みたいなね、やはりパー5でスコアを、まあ、良くするっていうのは全体のスコアを上げる上では非常に重要になってきます。これはもういろんなデータを見ても明らかになってるわけですから、そこをしっかりと、まあ、せっかくいい条件で結構難しい条件をうまく打とうとする人が多いんですけど、いい条件でそれなりにいいところに置いていくっていうことの方が優しいしできることだと思いますので、まずそういうところからやってみてほしいかなと思ってます。今日はフェアウェイウッドでフェアウェイからフェアウェイですね。フェアウェイっていうのは、まあ、非常にポジティブな、まあ、いいイメージの言葉だと思いますので、それを頭に思い浮かべながら、まあ、プレーをしていくと、比較的ですね、気楽に、楽しくプレーができるようになっていくと思いますから、まずはね、こういうクラブをしっかりとフェアウェイからフェアウェイにっていうふうに思ってやっていただけるといいかなと思います。まあ、今日は非常にシンプルなことではあるんですけど、しっかり伸びやかに大きく振っていこうね、最後まで振り抜きましょうね、そんなことを少し意識して練習していただけるといいかなと思います。頑張ってね、練習していきましょう。さよなら。